角が生えていて、おいしょ、気まま落書きの辰なので、どんな辰が出てくるでしょうか。さっき書いた辰はちょっと鹿っぽくなってしまったので再チャレンジなのですが、十二支のお餅つきの中にも、辰は出てくるのですが、他の動物たちと違ってすごい、あ、ちょっと胸がでかくなってしまった。辰がめちゃくちゃでかいので、その大きさの割合をどうしようかなっていうのがちょっと難しかった。途中でみかんを取りに行ったりとか、みんなのお餅つきの作業を見ていたりと、ちょっと脇役な感じで同情していたんですが、最後にはお餅を乗せたりとか、みんなを乗せて画面を去っていくっていう形で活躍しています、なんかこのタツと全然違うタツが出てきますけれども、もしよければ見てみてください。あ、ちょっとなんかこれも鹿っぽくて可愛いかな。雲をつけるとちょっと竜っぽくなりますかね。